春になるとね、こうしてなんか母と一緒にこうお豆の鞘からこの出してお豆を出してで豆ご飯を炊いたことをよく思い出します。これは薄いエンドウっていう和歌山の特産品なんね。でも私たち関西人にとったらもう豆ご飯って言ったらこの薄いエンドウなんですよ。でこれがあんまり東京の方、関東の方はあんまりこのお豆さんに馴染みがないというのも最近知りました。美味しいんですよ。もうね、豆ご飯よって言われたらこの香りがふわーっと記憶に中に出てくるみたいな、ちょうど今春の印のようなお豆です。私はこのお豆をね、もうこれものすごい捨てるとこ多いんですけど、あのこんな風にしてあのお豆を湯がいて、でだしの中にお塩と薄口醤油とお酒を少し入れて、こうしてね入れておくんですね。でもまあそんなに日持ちするもんじゃないから、まあ3日か4日以内には使ってしまった方がいいんだけども、これがあるといろんな料理が楽しいんですね。豆ご飯はこのまま使うんですよ、だしで炊いてご飯お米と一緒にね。だけどこうして湯がいたのをつけとくのはいろいろ、いろいろ楽しい春が来るんですよ。じゃあ、ご紹介しますね。じゃあ、入れます。お酒、みりん、薄口醤油、お塩、お吸い物よりちょっと濃いぐらいです。かわいい。ちょっと角になるようなものを作って。